ジュリエット、大人っぽいちょっと魅惑的な私へ。キャサリン、周りの空気まで明るくする華やかな私へ。ダイアナ、穏やかでフェミニンな私へ。サラ、みずみずしく透明感のある私へ。エリー、いつも自然体で爽やかな私へ。こんな香りもいいかも、こんな私もいいかも、アロマリッチ。撮影のことで言うと、ちょっと大変なこともありました。香りを感じて自分の気分だけで変化するんではなくて、やっぱり皆さんにその変化をこう見て受け取ってもらわないといけないので、こういろいろとビジュアルとかキャラクターもすごくご変化して表現しないといけなかったので、一人の人間が5パターン基本笑顔でこうそれを表現、変化を表現しないといけないのって難しいなって思っていたんですけど、メイクだったりスタイリングだったりそういうので表現したり、あとは実際にはやっぱり香りもすごくそういう気分のこう自分の中身のこう変化みたいなのをすごく手伝ってくれるんじゃないかなっていうのは今回撮影しながら、はい、考えていました。一番力が入ってないっていうか、こう ゆったりしていたいなという気持ちがあるので、そういう意味では今回のキャラクターイメージでいうと、ダイアナが、穏やかな女性っていうイメージなので、そういう意味ではダイアナかなと思います。穏やかでいたいです。仲のいい人だったらやっぱり自然体でいたいなと思うので、今回のキャラクターイメージ、香りのキャラクターイメージでいうとエリーかなと思います。求められるものとして、なんか爽やかさだったり透明感とか笑顔とかそういうのが多いので、そうですね、サラかな。で、仕事の内容によってはちょっとかっこいい雰囲気で撮影することもあるので、そういう時はジュリエットもあるかなって思います。憧れるキャラクター、でも今上がってないのがキャサリンなので、そうですね、キャサリンのイメージがとても元気で周りを華やかに明るくする女性というイメージらしいので、そういう意味ではどっちかっていうとこうフラットなテンションはいつもこう低い方というか、本当に穏やかでできるだけいつもプライベートも仕事中もいたいタイプなので、自分とは違うイメージかもなと思うとキャサリンなんですけど、なんかそういう元気な人が現場にいるとやっぱり楽しいので、そういう人も好きだなと。皆さんはどんな自分になりたいと思いましたか？どんな自分になりたいかを考えながらこう香りを選ぶのってすごく楽しいなと思いました、キャラクターイメージ、香りのキャラクターイメージっていうのはあくまでも提案ですので、皆さんがこうそれぞれ
感じて、自分はこれ好きだな、今日はこういう風になりたいなっていうのをこう、ね、イメージして選んでもらえると、より楽しいですし、新しい自分を見つけるきっかけになるかなと思います。ありがとうございました。こんな香りもいいかも、こんな私もいいかも。アロマリッチ。